WE リーグ初のカップ戦 WE リーグカップ、今日はグループ A 同じ勝ち点で並ぶ1位と2位の直接対決です。 2022-23 WE リーグカップグループステージ第3節グループ A、 三菱重工浦和レッズレディース対 AC 長野パルセイロレディースの一戦をお伝えします。会場は埼玉県にあります浦和駒場スタジアムです。実況は安田美香がお届けします。埼玉市日中 28.5 度まで気温が上がりましたが、日が傾いてだいぶ涼しくなってきました。風は画面左から右に弱い風が吹いています。公式試合として実施されています WE リーグカップ、グループステージは全6節、11チームを6チームと5チームの2グループに分け、各グループ1回戦制によるリーグ戦を行っています。各グループの1位チームが決勝へ進出、10月1日に初代カップ戦王者が決まります。現在のグループ A の順位は浦和が1位、1勝1分け勝ち点4、得失点差プラス3です。長野は同じ勝ち点で並んでいるんですが、得失点差プラス1ということで2位につけています。今日は同じ勝ち点で並ぶ1位と2位の直接対決です。浦和は前節4対1で新潟に勝利しました。7分に先制を許しましたが、前半のうちに逆転、後半2点を追加、4得点での快勝でした。長野は大宮に1対0で勝利、81分伊藤恵美の先制ゴールが決勝弾となりました。両チームの選手たちが入場してきました。赤のユニフォームがホームの浦和、グレーのユニフォームがアウェイの長野です。浦和が今日勝てば頭一つ抜け出します。長野が今日勝てば順位が入れ替わる大事な一戦です。浦和はホームゲーム3連戦、今日が3連戦の2試合目となります。浦和対長野の一戦をお伝えしています。楠瀬監督が昨日新型コロナウイルス感染症陽性判定を受けたため、今日は正木博文ヘッドコーチが指揮を執ります。浦和のスターティングメンバーです。先発2人変えてきました。ゴールキーパー山崎凛、ディフェンダー遠藤優、高橋花、河合野の子、上野咲、ミッドフィルダー柴田花江、佐々木真由、清家紀子、直本光、安藤梢、フォワード菅沢結香です。サブにはアンダー20女子ワールドカップから戻ってきた福田と島田が入っています。今日の審判団です。主審松尾久美子、副審草所和江と稲葉里美、第4の審判は井口智恵です。アウェイ長野のスターティングメンバーです。先発4人変えてきました。ゴールキーパー伊藤ゆりや、ディフェンダー奥津玲奈、岩下くるみ、奥川千佐、岡本由加、肝月萌え、ミッドフィルダー大久保舞、伊藤恵美、菊池マリア、フォワード滝沢里央、川船明美という11人です。サブのメンバーご覧の通りになっています。監督は田代久美子監督、選手時代はこの浦和でプレーをしました。今日は思い入れのあるこのスタジアムで古巣対戦となります。浦和の楠瀬監督、今日は不在となっていますが、今日のゲームについて、うちは2試合続けて先制されているので、今日は先制点より大事にしていきたい、長野は真面目でよく走るチーム、受け身になると危ないので危機感を持ってゲームに入りたいと話しています。一方、長野の田代監督、
浦和は個の能力が高いので、うちは局面で数的優位を作り続けること、チームで連動して戦うことが大事、アグレッシブに前から守備に行き、よりゴールの近くでプレーしたいと話しています。今日は同じ勝ち点で並ぶ1位と2位の直接対決です。浦和が頭一つ抜け出すか、長野が順位を入れ替えるのか、両チームの選手たちが円陣を解いてそれぞれのポジションに散らばっていきました。前半左エンドにホーム赤のユニフォーム浦和、右エンドにグレーのユニフォームアウェイの長野です。今前半の45分がスタートしました。浦和は 4-3-3 という新しいシステムに今季からチャレンジしています。高橋花が長いボール、浦和は今日4バック、アンカーに柴田、その前は3枚、右に清家、佐々木が柴田と並んでボランチのあたりにポジションを取っています。左が安藤です。左サイドバック上野、上野のクリアです。センターバックを務めていた上野が今日は左サイドバックでスタートしています。今日初先発の高橋花からゴールキーパーの山崎凛、そしてここに遠藤優です。遠藤、直本光、縦入れます。清家のボール、ここは浦和のスローインです。菅沢へというボールでした。浦和1本目のコーナーキックです。キッカー直本、ゴール前には2人立っています。浦和、直本のキックニア、ここは長野のゴールキックに変わります。今日浦和の前線頂点にこの菅沢ゆいかです。菅沢は前節2ゴールを挙げています。この直本もここまで3試合で2ゴール、長野のゴールキックです。ゴールキーパー伊藤から、直本、ここは浦和のスローインです。一度下げます。河合野の子から安藤、佐々木です。2枚で行きました長野。右サイドバックが奥津玲奈です。オフサイド、長野もここまで 4-4-2 という形でやってきましたが、今日も立ち上がり 4-4-2 の形に見えます。滝沢と川船の2トップです。
サイド清家柴田浦和が奪い返します。佐々木です。高橋花左広げて上野中に入ってくる。落として、ここは大久保前のクリア。長野縦に入れて、ここ抜け出せればチャンスになります。滝沢右へ長いボール、滝沢から川船、今日初先発の川船明美です。長野の下部組織出身、ここまで2試合は途中出場でした。長野前半1本目のコーナーキックです。キッカーは今季から背番号10を背負っている滝沢里央です。ファーサイドに選手たちが固まっています。長野ショートコーナー、滝沢、川船奪います。浦和左サイドドリブルで持ち上がります。直本、中には上野が上がっています。直本中に入ってくる。遠藤清家戻します。遠藤再び清家です。菅沢の元へ、奥川のスライディングでの対応でした。奥川はマイナビ仙台から今季加入しています。浦和前半2本目のコーナーキックです。キッカーは直本光、素晴らしいキックの持ち主です。直本の近くには柴田が立っています。直本のキックヘディングクリア、こぼれを右足、決まりました。浦和先制。7分でのゴールです。浦和が先制です。コーナーキックからでした。最後は安藤梢、直本のキックこぼれて佐々木のシュートを安藤がワンタッチで方向を変えました。技ありのゴールです。安藤梢が先制ゴールです。1-0、ホームの浦和が長野にリードしています。前節もこの安藤が浦和の1点目を決めました。先制されたんですが同点ゴールを決めて浦和の1得点目を挙げたのがこの安藤でした。今日もチームで一番最初にゴールをこじ開けました安藤。1点を追いかける長野、今日はキャプテンマークを大久保舞が巻いています。大久保は今日初先発です。ここを収められるか、長野のスローインです。左サイドの菊池マリア、今日は長野の中盤肝付きと伊藤、そして大久保、ゴールキーパーが蹴っていきます。山崎です。
少しヒヤッとするシーン、浦和高橋花です。縦安藤、ボールがつながります。浦和菅沢がこの位置まで降りてきています。右に広げる遠藤優、菊池のプレスです。最終ラインまで下げる浦和、この時間菅沢が低い位置まで降りてきています。センターバック河合野の子、今日初先発です。柴田、遠藤、清家、清家というボールでしたが、ここは長野ボールに変わります。入れ替わりの激しいゲームとなっています。前半10分が経過しています。1対0、浦和が長野にリードしています。浦和は今日左サイドバックでプレーをしていた佐々木が中盤でプレーをしています。さて遠藤へというボールでしたが、ここは清家が追います。スピードがある、清家キープ、落として遠藤、中仕掛けていく遠藤、落として柴田、直本、清家、ワンタッチ、直本抜け出せるか、中クロス、クリアです。菅沢、柴田、パスがつながります。浦和長いボール、ヘディングのクリア、直本斜めのパス、菅沢へ、佐々木の左足、佐々木真由、今日2本目のシュートです。左サイドバック、そして左サイドハーフ、昨シーズンはボランチでもプレーをしました。シンプルにプレーして周りに合わせるところが自分の良いところと佐々木話していますが、今日は積極的にシュートを狙っていっています。左サイドバックの岡本がスローイン入れます。岡本のスローイン、滝沢キープ、2枚でいきます。浦和浦和のスローインです。肝付き、菅沢のスライディング奪いました。浦和、佐々木、清家、菅沢の元へ、中央、菅沢のクロスバー、かき出しました。菅沢結花がシュートまで行きました。菅沢が倒れています。菅沢結花、昨シーズンは14ゴールを挙げ、 WE リーグ初代得点王に輝きました。丸のマークが出て菅沢立ち上がっています。肝付きからここスライディング奪って安藤、柴田、下げて佐々木、
右清家、清家のクロスにこの長いボール奥津が対応したんですが、ここ、こぼれてゴールキーパー伊藤のナイスセーブです。浦和のコーナーキックです。キッカーは直本、直本のキック、ヘディングのクリア、ここがセカンドボール拾えれば長野前に出ていけるんですが、長いボール菅沢、オフサイドでした。浦和が長野のゴール前で押し込んでいます。前半15分が経過しています。上野から味方にヘディングで落としてというボールだったでしょうか。菅沢ゆいかです。菅沢はなでしこジャパン池田監督に代わってからの得点ランク2位につけています。池田ジャパンで5ゴールを挙げている菅沢です。センターバック河合から、ここに佐々木です。菅沢、柴田、右へ広げます。遠藤、浦和が裏へ抜け出そうというボールを何本も入れてきています。1対0、浦和が長野にリードしています。まずは1点ここで返したい長野。今日は長野の田代久美子監督にとってフルス対戦となっています。浦和の安藤梢選手とは埼玉レーナス FC 時代からのチームメイトでした。大久保、拾った柴田、菅沢が倒れています。柴田から岩下との接触でした。菅沢、浦和のフリーキックです。中央抜けて長野のゴールキックに変わります。前半7分、浦和安藤梢のゴールが決まって浦和がリードしています。1対0です。ゴールキーパー伊藤のキック、サイドの攻防、ここは清家と岡本のマッチアップでした。清家すぐ入れます。佐々木のヘディングでしたがライン割りました。今日キャプテンマークの大久保舞です。今日が26歳の誕生日です。6ゴール6アシストが今季の目標だと話しています大久保です。千葉から2019年に長野に加入しています。今日が初先発です。川船、こちらも今日初先発になっている川船、ゴールキーパーの山崎がキャッチです。
奥側のクリア、菊池、ここがつながればというところですが、浦和が回収です。長野の2トップ滝沢と川船がじりじりとプレスをかけに行っています。長野はボランチでプレーをしていた伊藤が今日は右サイドに入っています。ボランチが大久保と肝付き、左サイドに菊池マリアという前半です。最終ラインから浦和が組み立てます。猶本、浦和のスローインです。下げます。河合の子、高橋花です。河合、長いボール、遠藤優を走らせますがライン割りました。スローインです。長野、菊池前へ蹴り出します。川船、前線へ斜めのパス、菊池からでしたがここは回収しました。浦和奪った。滝沢、奪った後になかなか前にボールを進めることができません。長野、ここで飲水タイムです。1対0、浦和が長野にリードしています。安藤梢の先制ゴールが決まっています。今日は楠瀬直樹監督が不在で、正木ヘッドコーチが指揮を取っています。浦和、先制ゴールの安藤です。長野の田代監督と浦和でプレーしていたこの安藤なんですが、まああれだけ安藤が動けるのはトレーニングの賜物だと田代監督も話していました。昨シーズンミドルシュートをゴール決められたので、今日はやらせたくないですねと田代監督話していたんですが、その安藤のゴールが先制弾となりました。浦和、飲水タイムが明けて試合再開です。浦和のスローイン、遠藤、菊池がプレスに行きます。高橋花、川船がプレスに行きます。上野、ここで奪いました。長野、奪い返した。浦和、前線へ長いボール、ゴールキーパーの伊藤が前に出てきていました。裏へ一本で抜け出そうという浦和のプレーが今日何本も見られています。伊藤のゴールキック、柴田収めて、センターバック河合、
河合はユース昇格2年目の選手です。両足での正確なフィードが持ち味です。河合です。遠藤直元、佐々木、左へ広げます。左サイドバックの上野、ドリブル安藤、上野へつながればというところですが、ここは長野のクリアです。奥津のクリア、なお一度下げます。左へ気もつき、前を向く、ドリブル、ワンタッチで抜ける、滝沢、気もつき、中へ、15番の奥津がここまで上がってきていました。右サイドバックの選手です。第1節フル出場だったんですが、前節は出場はありませんでした。サブのメンバーに入っていました奥津です。浦和のゴールキーパーはユース所属18歳の山崎凛です。2試合続けての先発となっています山崎。ヘディング、清家、ドリブル、奥側が足を伸ばしました。抜け出せるか、川船、川船ドリブル入っていく、川船シュート、川船のシュートでした。山崎の正面でした。斜めのランニングからドリブルで中へ、河合のの子が寄せていきました。が左サイドバックの岡本、ワンタッチ、大久保、遠藤が、失礼、安藤が下げます。上野、柴田です。今季から浦和は 4-3-3、あるいは守備の時は 4-1-4-1 のような形で柴田をアンカーで起用するシステムに取り組んでいます。まあ、昨シーズンまでの 4-2-3-1、 これはもうすでにこれくらいのことはできるなというものがあるんだと楠瀬監督話しています。選手の成長のためにも次のステージに行くために同じことをして満足してはいけないんだと話しています。直本、アンカーの柴田です。上野、縦に入れます。センターバックの奥川、岡本から菊池、キープ、清家の対応でした。岡本由香は両利きの選手です。今季リーグ最少失点を目指すと目標を掲げています。ここはライン割りました。直本が最後まで追いかけました。長野は昨シーズンシュート数が140本とリーグワーストの数字でした。
1試合平均7本のシュート数だったわけなんですが、この今季 WE リーグカップが始まって第1節のシュート数が14本、第2節が15本とシュート数で数えると2倍以上に増えています長野です。ただ田代監督、増えているシュート数、これはいいことなんだけれども、前節シュート15本打って1点しか取れなかったんだと、ペナルティのエリアの外からのシュートが多かったので、やはりペナの中に入って打つことを増やしていきたいと田代監督が話しています。今日はなかなかそのペナルティエリアの中まで進入できていない長野です。最終ラインで回す浦和、前半1点返したい長野です。スローイン、大久保収めます。肝付き、右に広げる、そして奪いました浦和。伊藤が追いかけます。ボランチでプレーしていた伊藤が今日は右サイドでプレーをしています。前節 WE 公式戦初ゴールを決めた18番の伊藤めぐみです。150センチと小柄なプレーヤーです。河合のの子、縦入れる、滝沢左足決まりました。同点長野、追いついた。32分です。左足のシュートが決まりました。長野のベンチメンバーも飛び出して祝福しています。今季から背番号10を背負う滝沢が決めました。奪って長いボール縦に、滝沢の左足、素晴らしいコースでした。長野が同点に追いつきました。1対1です。浦和対長野、32分が経過しています。清家、奥側のクリア、安藤、柴田、肝付きがプレスに行きました。清家です。清家、安藤、抜け出した菅沢、右足、菅沢のシュート、ゴールキーパーがしっかり抑えました。抜け出して菅沢が右足で打っていきました。ドリブル持ち上がる滝沢、川船、クリアです。岡本のスローイン、佐々木奪った、少しここのパスは大きくなりました。滝沢リオ、今季初ゴールです。神奈川大学から新潟へ、そして2021年に長野に加入しています。滝沢は新潟では本職でないボランチを務めていました。ボランチは広い視野が必要で、最初は苦しんだそうなんですが、相手が来る前に前を見てワンタッチで出したり、プレッシャーの中でプレーした成果が長野に来て生かされていると話しています。
川船、川船、滝沢倒れていますが笛はありません。菅沢落として柴田が回収、菅沢ワンタッチでつながります。浦和佐々木、高橋花から上野が中に入ってきて佐々木外を回ります。佐々木がゆっくりドリブル、安藤抜け出せるか、ここは長野のディフェンス陣がしっかりと対応しました。前半35分が経過しています。浦和対長野1対1です。浦和が先制したんですが川船が抜け出せればというところでしたが山崎がしっかり抑えました。長いボール、直本へのボールでしたが長野のディフェンス陣が声を掛け合っています。伊藤のキック、大久保、菊池、柴田を収めて菊池です。高橋の対応、上野、佐々木、大久保が奪います。菊池縦出す、抜け出す、左足のシュート、川船のシュートです。プレスに行きます長野、浦和がつないで長野のプレスに対応しています。上野が倒れましたが立ち上がっています。大久保から滝沢、奪います。浦和、安藤です。大久保左へ広げます。岡本下げて奥側、右へ持ち上がって斜めのボール、滝沢クロス、まだ残っていますが長野が収めます。岡本、センターバックの奥側、右センターバックの岩下です。右サイドバックは靴、いや、ここは伊藤が降りてきていました。大久保から縦に入る、川船、この時間帯長野が浦和のゴール前まで押し込んでいます。前半38分が経過しています。1対1です。長野のスローイン、清家のボール、これは収まります。中に入ってくる直本、川井、長野も激しくプレスに行っています。遠藤一人かわしてドリブル、中へ入っていく佐々木、左へ広げます。ここに上野、上野のクロス、大外ヘディング、ゴールキーパー抑えました。清家のヘディングでした。上野のクロスに大外、清家
そして伊藤のナイスセーブ。前節はこの清家の右サイドのクロスから3ゴールが決まっています。滝沢キープ、川船のクロス、ヘディング、大久保前のヘディングでしたが山崎が収めます。今日初出場初先発のキャプテン大久保舞です。視野の広さが特徴の選手です。今シーズンから肝付き萌が、厳密に言うと昨シーズンの後半戦から肝付きがボランチを務めていますが、お手本にしているのがこのチームメイトの大久保だそうです。裏のスローイン、安藤、上野、クリアです。これを収める裏は柴田、柴田が自ら中央を割って持ち運んでシュートというシーンでした。その柴田、直本、キャプテン同士のマッチアップです。大久保と柴田、滝沢から川船、ここがつながればというところですが、高橋の対応、川井、遠藤下げます。佐々木、大久保はプレスに行く、41分が経過しています。1対1です。最終ラインでつなぐ浦和、遠藤、縦、ここはライン割って長野のスローインです。岡本のスローイン、滝沢へのボール、フラーボールです。肝付きが前に出てきました。菊池、ゆっくりと川船仕掛けるクロス、大久保のシュート、クリアです。長野決定機でした。長野のチャンスが続きます。コーナーキック、今のはゴール前に2人の選手が入っています。ファーサイドに2人、低いボール、クリアです。菊池マリアのスローインです。今季アイナック神戸から移籍してきました。この菊池、昨シーズンは2試合の出場にとどまったんですが、今季は全試合に出場して右足のシュート、菊池が打っていきました。ただサイドネット、長野の田代監督は浦和に臆することなく、やはりうちはアグレッシブな守備攻撃が自分たちのカラーなので、そこを存分に今日出してほしいと話をしていました。
1対1です。左上野へのボール、ここはライン割ります。長野のスローイン。アディショナルタイムは2分の予定です。高橋花下げます。山崎凛、岡本ヘディングで落として肝付きです。肝付き外回る。高橋が収めます。柴田プレスに行きます。滝沢、縦入れる、クリアです。アンカーの柴田です。少し乱れました。奪った菊池、菊池キープ。肝付きが走ってきますが、そこを使わず下げます。岡本、肝付き、浦和回収しました。肝付きは大学2年生までフォワードの選手でした。大学4年で初ボランチということで、タイミングを見てゴールも狙っていきたいという話をしていました。肝付きです。ここで前半終了の笛です。1対1、前半45分を戦って1対1で前半が終了です。浦和安藤梢の先制ゴール、前半7分でした。そして前半の33分に滝沢リオのゴールで追いついています。2022-23 WE リーグカップグループステージ第3節グループ A、 三菱重工浦和レッズレディース対 AC 長野パルセイロレディースの一戦は、前半を終えて1対1で前半を終了しています。
2022-23 WE リーグカップグループステージ第3節グループ A、 三菱重工浦和レッズレディース対 AC 長野パルセイロレディースの一戦を浦和駒場スタジアムからお送りしています。会場は日が落ちて暗くなってきました。それでは前半をハイライトで振り返りましょう。WE リーグカップ第3節グループ A、 浦和と長野の対戦です。まず浦和前半7分です。直本のキックに佐々木のシュート、安藤がゴールを決めました。直本のコーナーキックからでした。ヘディングでクリアしたんですが、そこに佐々木の右足、安藤ワンタッチでボールの方向を変えました。次は14分です。清家、縦に入れます。ここ菅沢が追いついてクロスバー当たって、ここもゴールキーパーナイスセーブでした。伊藤ゆりやのセーブ。次は28分です。奪って大久保、菊池、縦に入れます。ここ川船が抜け出す、川船ドリブルで持ち上がって左足のシュート、ゴールキーパーしっかり山崎が抑えました。そして32分です。長野、ここ菊池が奪って縦入れます。滝沢、左足のシュート、これが同点ゴールとなりました。菊池がここで奪ってスペースへ、滝沢ダイレクトで打ちました。振り抜いた左足、素晴らしい軌道のシュートが決まりました。40分です。浦和、上野、クロスに清家のヘディング、ここもゴールキーパー伊藤のセーブでした。浦和対長野、前半1対1で折り返しています。浦和はここで交代がありそうです。25番の河合のの子に代わって29番の角田風花が入ります。17歳の角田が後半頭から入ってきました。長野の方は交代はなさそうです。前半浦和が先制に成功しましたが、前半のうちに追いつきました長野。今日は1位と2位の直接対決です。大事なゲーム。まもなく後半がスタートします。エンド変わって、右エンドに赤のユニフォームホームの浦和、左エンドにグレーのユニフォームアウェイの長野です。今後半の45分がスタートしました。浦和は後半の立ち上がり3バックにしているようにも見えます。ここが角田風花です。真ん中に佐々木、ここが高橋花です。直本も降りてきています。縦に入れますが、ここは高橋の対応、との激しいマッチアップです。残します。
裏のスローインです。角田は中盤の真ん中に入っているように見えます。ドリブル、川船持ち上がる、2枚で対応します。浦和のスローインです。遠藤が入れます。角田、柴田が収めます。直本、上野、安藤、伊藤がスライディングでここ出して、直本のスローインです。収まるか。川船ドリブル、中には2枚、川船のクロスはここはしっかりと浦和が対応しました。今日初先発です、川船明美、まだ18歳の選手です。長野の下部組織出身、スピードが魅力の選手です。さあ左サイドから遠藤を奪います。柴田、直本、大きく前出します。菅沢へキープして、安藤、直本、ここでクリアです。長野、前半はボランチ前線の真ん中でプレーしていた佐々木が最終ラインに降りてきています。大きく蹴り出します。長野、浦和は3バック4枚でしょうか。この後も見ていきたいと思います。さあ右へ展開します。クロス上がってくる、ヘディングのクリア、柴田ターンしてキープしています。柴田から中、奥側の対応でした。縦に入る、清家下げる、安藤ターンして、柴田囲みます。長野、菊池が追います。長いボール出しましたが、浦和の佐々木です。高橋花、ここに角田風花です。17歳、ユース所属中の選手です。まだ高校3年生なんですが、なかなか良い選手だと、
どんどんトップで育成できたらと楠の瀬監督も話していました。浦和は後ろ4枚ですね。右に遠藤、そして高橋花、佐々木がセンターバックに降りてきて、上野が左サイドバックという並びに見えます。ですから角田は佐々木がいたポジション、中盤の真ん中に入っています。キーパーからヘディングでクリア。肝付き2枚でいきます浦和。ここは肝付きのファールです。2枚で対応しました浦和。直本が倒されて浦和のフリーキックです。高橋のキック、清家、佐々木です。左へ広げます。上野、ここは少しパスと合いませんでした。角田、2枚で対応しました。高橋花から清家、柴田、奥側のキックですが、ここはライン割りました。柴田、奪い返します浦和。ただここ奪い返します長野。滝沢へのボール、ここは少し大きくなりました。角田風花、高橋花、ゴールキーパー山崎まで戻します。佐々木、今日初先発の高橋花から長いボール、少しヒヤッとするシーンでした。長野、キャプテンの大久保、肝付き萌え、ドリブルで中へ入ってきます。交差してクロス、肝付き萌えがクロスを供給しましたが、ゴールまでは至りませんでした。肝付きは長野の田代監督が山梨学院大学の女子サッカー部監督を務めていた時の愛弟子でもあります。今季また田代監督と一緒にできて嬉しい、成長したなと思ってもらえるようなプレーをしたいと肝付きが話しています。長野の田代監督は人間力なくして技術の向上なしということを大学時代から教えてくださったそうです。さあ上野、安藤、中へ、菅沢、右へ広げます。清家、奥側の対応、奥側長いボール、
佐々木がしっかり対応しています。再び裏ボールです。柴田のふわっとしたボール、ここは菅沢のハンドを取ったようです。浦和は後半も前線の頂点は菅沢です。右手に当たりましたかね。56分が経過しています。1対1です。浦和対長野、伊藤のキック、遠藤、佐々木、ゴールキーパー山崎まで戻します。プレスに来る長野、直本かいくぐる浦和、直本ドリブル縦入れます。整形のパス、場内からは拍手が送られています。正規が抜け出してというシーンでした。プレスに長野も行っているんですが、かいくぐって浦和がつないできます。柴田肝付きが寄せます。前線からプレスに行く長野、斜めの長いボールが通ります。角田、直本、直本大きく蹴ります。大久保、足がつっていますでしょうか。岩下でしょうか。岩下くるみです。左足を伸ばしています。メディカルスタッフが入ってきました。担架も入っています。岩下が今担架に乗りました。藤枝順心高校から山梨学院大学で昨シーズンの後半戦からこの長野でプレーをしている岩下くるみです。担架でピッチの外に運ばれていきます。5番池田玲奈がここで入ってきました。交代です。長野岩下に代わって池田の投入です。長野のスローイン、池田は岩下のいた同じポジションに入っています。センターバックの右に入っています。スローイン、大久保前へ、柴田前を向く、直本、菅沢へというボールでした。
中交代の池田玲奈は前節初出場でした。新潟から2020年に長野に加入しています。さあドリブル、川船持っていく、川船クロス、大外シュートです。長い距離走ってきました、菊池マリアのシュート。川船がドリブルで持ち運んで右足のクロス、大外、菊池少しミートしませんでした。長い距離駆け上がってきました、菊池マリアです。前節の長野のゴールはこの菊池が奪ったところから起点になって始まりました。角田、大久保、奥津です。奥津、右サイドからクロス、中央、大久保、大外、右足決まりました。逆転、長野逆転です。滝沢のゴール、奥津のクロス、中抜けてワントラップから右足で丁寧に決めていきました。ガッツポーズです。滝沢今日2ゴールです。後半に長野が逆転に成功しています。1対2、長野が浦和をリードしています。滝沢は今シーズンここまでまだゴールなかったんですが、今日2ゴールの活躍です。池田から直本、ゴールキーパー山崎凛です。高橋、右へ、遠藤奪いました。菊池から左へ、菊池、中、審判にこれは当たりましたので、ドロップボールでの再開です。肝付き、左、菊池仕掛けるクロス、川船ターンして右足シュート、大久保、倒れますが笛はありません。今日2ゴールの滝沢です。裏のゴールキック、長野は奥川が蹴ります。長いボール、ゴール前、ヘディング、山崎が抑えました。前節ゴールの伊藤恵のシュートでした。上野、直本、最終ラインから組み立てます。浦和、遠藤、柴田が回収します。長いボール、
早いリスタートです。戻します。奪った、肝付き、ドリブル持ち上がる、縦、ここは高橋花の対応でした。安藤、直本、伊藤のキックです。始まっています。浦和から直本、縦、上野、安藤、梢、安藤ドリブルで抜け出す、池田の対応でした。安藤、上野、直本のスローイン、直本中に入っていきます。ドリブル、中に持ち運ぶ、中央、高橋花、遠藤、クロス、ゴールキーパーキャッチです。川船へのボール、ここは高橋がスローインで入れます。まず1点返したい浦和、上野から菅沢、柴田、下げます。プレスに行く長野、斜めのパス、清家、ワンタッチ、が書き出しました。上野、直本、高橋花、落として高橋花のクロス、シュート決まりました。高橋花のゴール、遠目から打ってきました。高橋、浦和同点です。2対2、初出場、初先発の高橋花が決めました。菅沢が落として高橋の右足、ゴールキーパーの頭上を越えて左隅に挟まっていきました。素晴らしいゴールです。高橋花、今季初ゴール。ここで後半の飲水タイムです。この高橋花のゴールが決まっています。2対2、浦和対長野同点です。高橋花は7月に行われました E1 サッカー選手権の日韓戦でセンターバックで先発しました。2対1の勝利に貢献しています。なでしこジャパンを率いる池田太監督は、韓国の長いボールへの対応が高橋はしっかりしていたと評価しています。さあ同点です。2対2、今日浦和が勝てばグループへ一つ抜け出します。長野が勝てば順位が入れ替わる、同じ勝ち点で並ぶ1位と2位の直接対決です。70分が経過しています。ゲーム再開です。奥側の長いボール、収めて菊池、大久保、ここ浦和が奪います。安藤、直本、直本すり抜けていきます。高橋花、柴田、
長野も前からしっかりとアグレッシブにプレスをかけてきます。滝沢が寄せてきます。伊藤も寄せてきました。高橋フリック、菅沢から抜け出せればというところ。浦和のスローインです。柴田中央こぼれて大久保蹴り出します。今遠藤、角田風花、佐々木下げます。高橋花、長いボール、菅沢、長野の選手たちも果敢にプレスに行っています。ここ肝付きが来ます。川船も寄せてきます。山崎のキック、安藤を収めました。角田風花ドリブルから右へ、清家、清家のクロス、ゴールキーパー伊藤のキャッチです。昨シーズンは右サイドバックでの出場が多かった清家貴子なんですが、今季は前線でプレーをしています。清家にゴールの近くにいられると相手は怖いと思うと楠瀬監督も話をしています。奥津、肝付き、滝沢、2人で行きました。浦和、角田、上野、直本、落として安藤、柴田です。つながります。浦和、安藤、直本のクロス、浦和ここで交代があります。上村翔吾がこの時間から投入されます。交代するのは17番の遠藤です。上村が入ってきました。浦和、上村は前線、菅沢の少し左の下がったあたりに入りましたが、プレスに行きます。肝付き、長野も交代がこの後あるかもしれません。胸で落として優しいパス、ここは高橋の対応でした。柴田キープ、
大久保。激しいセカンドボールの奪い合いです。左上野、佐々木、高橋から長野交代です。6番大久保に代わって8番の福田由衣が入ります。2枚替えです。11番の川船に代わりまして稲村幸乃の投入です。福田と稲村が入ってきました。稲村は第一節でゴールを決めています。長野のキック、ふわっとしたボールを収めて稲村、前を向く稲村のシュート、途中から入ってきた稲村がここ粘って右足のシュートまで行きました。ただ枠の上、稲村は昨シーズン怪我も多く非常に苦しいシーズンだったそうなんですが、とにかくこの開幕戦でゴールを決めれたことが嬉しいと話しています。稲村です。プレスに行きます。柴田、上野、角田です。角田前を向く、ただ奪う長野、福田下げます。長いボール、高橋右に広げます。一度戻して、ゴールキーパーまで戻します。角田、上がりを待ちます。左へ広げる、伊藤から菊池、中、クリアです。柴田が蹴り出します。紐付き、安藤とのマッチアップ、ワンタッチ、上村から上野、ドリブル持ち上がります。中には2枚、上野のクロス、伊藤のキャッチです。左サイドバックの上野がオーバーラップを見せました。上野はスピードと、オーバーラップを非常に武器としている選手です。さあ80分が経過しています。2対2、上野下げます。同じ勝ち点で並ぶチーム同士の対決です。クリア、前を向く、滝沢ドリブル、滝沢、ここは浦和がしっかり対応しました。
サイド持ち上がります。中へ仕掛ける、直本中入ってくる、筒がキープしましたがこぼれて池田のクリアです。中に入れてきます。胸で落として菅沢右足、上村枠の外、上村翔子が右足振っていきましたがわずかに枠の外でした。菅沢が落として右足振ったんですがこぼれに上村の右足、途中から入ってきたこの上村が一つ決定機作りました。上村のヘッド、菅沢抜け出す、菅沢奥側の対応、中央胸トラップを収めて左へ広げます。菊池へのボール追いつきます。中に3枚、滝沢へというボールでしたが山崎がしっかりと飛び出してきました。浦和この後交代がありそうです。28番の西村琴音が呼ばれています。交代するのは安藤です。安藤、先制ゴールの安藤がここでピッチを後にします。浦和は西村琴音が入ってきました。今日が B 公式戦初出場です。西村、今年の1月にユース昇格してきた選手。中入ってくる、左足のシュート、かき出します。直本のクロス、菅沢粘る、なんとかかき出しました。長野、奪った長野、ドリブル、ゆっくりと上がりを待ちます。ここは少しミスになりました。角田、肝付き、斜めのパス、ワンタッチ、福田のワンタッチのパス抜け出せばというところでしたが、長野ゴールキーパー伊藤です。伊藤のキック、浦和直本奥側の対応、笛が鳴っています。浦和の直本と長野の奥川千佐の接触がありました。奥川立ち上がれません。経過しています。2対2浦和対長野、奥川立ち上がりました。マイナビ仙台から新加入の奥川です。
プレー再開です。猶本のスローイン、奥側の対応、奥側は今季はチャレンジの年だと位置づけています。さあ浦和のコーナーキックです。キッカー猶本、中央ヘディング、伊藤が正面でキャッチしました。高橋のヘディングでした。2対2の同点です。浦和が先制しましたが、前半のうちに長野が追いつきました。そして後半長野が勝ち越しゴールを決めたんですが、また浦和が追いついています。田代監督、テクニカルエリアいっぱいに出て選手たちを鼓舞しています。浦和の正木ヘッドコーチもテクニカルエリアに出て戦況を見守っています。田代監督にとっては今日フルス対戦、この浦和駒場の懐かしいピッチで必ず勝って帰りたいと、勝つことしか考えていないと話していました。ゴールキーパーの山崎凛から抜けて奥側のクリアです。裏のスローイン、猶本のクロス、こぼれて倒れます。ただゴールキーパー伊藤が前へ運んでいきます。激しいマッチアップ、途中から投入された稲村と佐々木です。上野、角田、肝付きの対応でした。角田、菅沢、クリアです。柴田、89分が経過しています。2対2、浦和対長野。アディショナルタイムは4分の予定です。4分あります。斜めのパス、菊池フリック、ここ抜けて柴田回収、縦入れる、清家対肝付き、清家転びますが肝付きが回収しました。伊藤の長いキック、激しいセカンドボールの奪い合いです。さあ上野、池田の対応でした。途中出場の池田、そしてこの上野がスローイン入れます。上野、角田、中央へ胸トラップ、菅沢落として、高橋クロス、ここは体に当ててブロックです。岡本、西村琴音がクロス上げてこようというシーンでした。裏のコーナーキックです。猶本のキック、中央、伊藤のキャッチ、
アディショナルタイムに入っています。2対2、浦和対長野、1位と2位の直接対決です。グループ A、 長野が勝てば順位を入れ替えます。浦和が勝てば頭一つ抜け出しますが、跳ね返って佐々木のクリア、上野蹴り出します。収まるか、上村前を向く、縦出す、菅沢、池田の対応でした。92分が経過しています。アディショナルタイムは4分の予定です。スローイン、上村、上野、角田につながればというところ、クリアです長野。ただ裏回収、上野、角田、肝付きがクリアです。長いボールヘディング、柴田、縦入れます。岡本の対応、ただまだあります。高橋花、柴田、左へ展開します。上野です。中には2枚、上野のクロス、ゴールキーパーパンチング、拾ってかき出しました。奥側、まだあります。直本反転、清家下げます。上野、直本、角田、角田のクロス、大外、こぼれて中入れる、清家の右足、ここはミートしませんでした。ここで長野交代です。13番の太田萌選手が入ります。交代するのは滝沢里央選手です。アディショナルタイムで太田萌が入ってきました。滝沢2ゴール、ここでピッチを後にします。長野のスローインです。上村、柴田、斜めのパス、ワンタッチ、ゴールキーパー飛び出して、伊藤のキャッチです。動画しっかりとここ対応しています。ここで試合終了のホイッスルです。2022-23ウィーリーグカップグループステージ第3節、グループ A、 三菱重工浦和レッズレディース対 AC 長野パルセイロレディースの一戦は2対2の引き分けで終了しました。グループ A1 位と2位の直接対決は引き分けとなりました。前半7分に安藤梢の先制ゴール、前半32分に長野が滝沢里央のゴールで追いつきました。そして後半、また滝沢のゴールが決まって後半63分に勝ち越します。浦和の高橋花が後半69分に決めて2対2の同点というゲームになりました。
今日は浦和のホーム3連戦の2試合目でした。こちらは長野の選手たちです。滝沢の笑顔も見られます。滝沢今日2ゴールの活躍でした。浦和対長野、浦和が勝てばグループへ頭一つ抜け出すゲーム、長野が勝てば1位と2位の順位が入れ替わるという大事な一戦でした。今日初出場の高橋花の姿をカメラが捉えています。浦和の選手たちがホームのサポーターに挨拶に回っています。メインスタンドのサポーターの皆さんに一礼です。浦和対長野、引き分けで終了しました。では今日のゲームをハイライトで振り返ります。同じ勝ち点で並ぶ1位と2位の直接対決、浦和がホームに長野を迎えました。まず前半7分です。浦和直本のコーナーキックにこぼれて佐々木のシュート、安藤がワンタッチで決めていきました。浦和先制です。佐々木が遠目から打ってコースを変えた安藤、技ありゴールでした。次は32分です。菊池が奪って縦、滝沢左足のシュート、これが同点ゴールとなりました。滝沢直接打っていきました。後半です。滝沢の失礼、前半の滝沢のシュートシーンでした。後半です。角田、伊藤から右サイドバックの奥津が持ち上がります。クロス、滝沢が大外で待っていました。滝沢今日2ゴール目。中央こぼれて滝沢が丁寧に右足で流し込みました。長野逆転です。69分です。高橋花、菅沢落として高橋のゴール、これで同点に追いつきました。浦和今日初出場の高橋花が遠目から決めていきました。右足豪快に振り抜いてゴールキーパーの頭上を越えていきました。83分です。菅沢、上村のシュート、わずかに左。2022-23 Weリーグカップグループステージ第3節グループ A、 浦和対長野は2対2の引き分けで終了しました。浦和の選手たちがホームゲームの2戦目ということでサポーターの皆さんに挨拶に行っています。
今日は楠瀬監督不在のため正木ヘッドコーチが指揮を取りました。浦和センターバックの南萌香がイタリアのローマへ移籍しまして、この後釜が誰になるのかというところが非常に注目されていますけれども、今日も新しいコンビのセンターバックが生まれました。それでは次節の対戦カードをご紹介します。両チームとも一節相手第5節です。浦和は9月18日ホームにマイナビ仙台を迎えます。浦和駒場スタジアムでホームゲームが続きます。長野は9月19日アウェーでチフレ ASL フェン埼玉戦です。長野はアウェーゲームが続きます。2022-23 ウィーリーグカップグループステージ第3節グループ A、 浦和対長野の一戦は2対2引き分けで終了しています。実況は安田美香がお届けしました。このあたりで失礼します。